どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望新生会津美里町町おこし企画芦名守氏編、続きをやっていきましょう。ハリウ森の部に変わったものの、ちょっと芦名っていう時にあってちょっと詰まりそうになったんですが、ハリウ森の部に変わってはおりますが、名目としては芦名守氏編として続けさせていただきます。しかもハリウ森の部はいわゆる当主代行で、今の当主は黒川に追わす芦名守孝君、兵力16,000。いや、出したいけどね、ここまで届かないからな。で、今現在東海ね、見て、こっちからは森信自身が飯田攻めで、岡崎には織田の援軍で、さらにさらに広国寺方面にはずっとこの辺にいた佐竹義重とか、あとこの辺にもいた佐世さんと平田さん、この辺も使ってます。ここは牽制かな。ある程度兵力削いでいったら、つつじヶ崎から穴沢さんが出陣するという流れになっておりまして、合戦か。相手は武田信繁。これでもまだ威風的なものはないんですね。再開しましょう。飯田を落として、こっち攻める部隊は兵糧に余裕を持っているんですよ。おお、忠勝がいます。西草とか森信はもちろんのこと、徳川信康と木下秀吉は城を入れ替えました。信康が箕輪で、木下秀吉は砥石だったっけな。で、金上さん、そして芦名四天の氏真で、美里ちゃんと婚姻して、まあ一応は一門となった為信。秀吉はどう動くんでしょうね。そういくぐらいだったらここ行ってほしいな。で、金上隊はこう、後藤又兵衛か。兵力は多い。まあ、そうだもんな。戦いたかったのかな、敵としてね。忠勝はこっち寝返らないんですか。いや、でも家康は向こうにいるんですよ。その家康、岡崎にいて信長さんに攻められています。ああ、コブね、コブそんな風に回っていかないといけないのか。いやー、これは信繁がどう動くか。富田さん、働こうぜ。先方発動、千成秒短。でも相手は本多忠勝。猛将棋相手だと秀吉分が悪いような気がするって、こそこそ三枝さん動いていたんですね。軒口狙いで為信と一緒に後藤又兵衛の強撃。厳しそうですね。信康引けるか。いや、制圧したのはね、秀吉だと思う。強撃にはなっていないか。ご命令はいかに。心はよし。で、こうやって運脈というものを見せてくれ。戻ってきたら強撃にならないかな。よし、情けは無用ぞ。あー、で、後藤又兵衛来たのか。いいのかい。軒口行っちゃうよ。叩きに行くと、氏真、それは厳しいと思うな。
我が戦闘の切れ味、その身で確かめ。やったが、ダメージ的にはいい感じに入っているぞ。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。でも君たち軒口攻められているのわからないかな。落ちたし落ちたわ。お父さんダメだなあの人に采配させたらダメだな。猛守備の戦働きであったぞ。勲功どうでしょう。相手まあまあ残存兵力残したな。軍港は信康。消えた。さあ忙しく動き回っているぞ。岡崎落とすのはいいよ。守れないような気が気がしてきたな。着陣したぞ。みんな戦に備え。勝家敗れる。敵は引いたぞ。敵が至急。おお。我が手に落ちた。森信誰を倒した。相手が悪かったと思う。また義明ちょいちょい前出てくるよな。水原討ち死に。戦が始まる。森信やるね。いや彼自身は確かにそんな強くないけど舞台的には強いからね。水原討ち死に。そして飯田攻略。縄についていただこう。森田兵もいるのか。お断りよ。なんと首を取らぬのか。飯田も離れているのね。もうここから落とす城全部離れていそうですね。で森信自身米が厳しいのか。でここから攻めるとなると一戦ぐらいはしておきたいな。二股米が持っている間に城攻めは良き策か。ご詰めとして酒延べもつけますよ。城を取りに行く。二股本田忠勝いるの。本当だ。でこっちは部隊が合わさって16000。さらにさらに。お許しを願いまする。城を取りに行く。この辺の城はまだ使いたくないな。せめてこの8000。次は勝たせていただく。お、魚住影方。そういえばね、朝倉義景入りました。お使いいたします。まあ、入ったとしてもそんな強くないんですがね。考えがあります。何？お前厳しいだろ。いや、やめとこう。お聞き入れくだされ。不覚だが退くしかあるまい。勝つより脆いんだってさ。お使いするとしよう。あ、稚魚ね、離れているんだよな。よし影あげようか。ありがたき幸せ。なかなか忙しい城になりそうだな。じゃあアキラもつける。中世赤の氏家さんもつけようか。どうぞお任せあれ。感謝いたす。んで表情、あ、家宝を買おうか。お金も貯まっていることですし。ちなみにあの伊達政宗も元服しました。彼ね、一上がるか。ありがたし。で次は8と9が余る。統率順でいって、あ、稲葉一徹か。あげるか。一斉焼き討ち。1万かかる。1万かかって失敗したらお前織田氏春分かって言うだろうな。あなたはそれよりも助けてほしいな。岩戸の城合戦か。次は斎藤智信やっとこう。
ここで7500を打ち破ることができるのは大きい。それ以降采配は取れなくなるんだよな。秀吉がいるな。秀吉がいて他の兵力のある部隊でサポートする感じでいきましょう。なんで戦うのは、まあ狙いは友の部隊、メインは秀吉。そんな中でもみんなちまちまと勲功を稼ごうとしている。了承固めますぞ。何で崩すんじゃ。了承固めようぞ。やりてえ出番じゃ。なんたることぞ。頂上です。軒口狙いたい君たちの気持ちもよくわかる。だが愛やまたり。攻撃なれり。うわえぐい減り方する。さらに千成秒だ。敵が隙を見せておるぞ。我が前に立ち下がる者らよ。さあケチョンケチョンにして引いていく。回想でそこを森信たちが攻撃。越後の勝機ボッコボコ。水原の弔い合戦とはいかなかったようだな。皆の者、高らかに勝ち時をあげるのだ。高らかに勝ち時をあげるのだ。えいえいおう。森信はそろそろきついからどう。ああまだ一月あるか。ちょっと頑張ってもらおう。相手は兵力を二股にかき集めている。だが二股に集中していて大丈夫なのかい。広告寺はまだ足りぬ。カバハラだったっけ。カンバラ。敵勢打ち破ったり。この借りいつか返すって何。それ武田じゃなくて私に言ってるんじゃないですよね。違うよね。森信そろそろじゃあ引きますか。さあ始めよう。483も引こ。どうかご命令を。他兵力きついのって。まあ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 いいだろう。ほらね、北条は味方しないでしょ。またか。千の総益二度目の出奔。肌から期待してなかったわ。ああすまんなすまんな森高くん。なんか作る。あ、兵糧庫いいね。申し上げますぞ。富山の先導か。小十郎。要案があります。そうですね、牽制するのはあり。相手はもうかなり兵力落ちていますね。こっちはゆっくり。米が厳しい部隊も出てきた。秀吉か。ご苦労であった。兵力5000もいるからな。かえってこの辺の部隊が動かないように牽制してもらいましょう。お、広告寺陥落。佐竹さんよくやりました。久々の登場。え、めっちゃいる。あ、もともとここが本庄だったのか。大雪村もいる。お使いいたそう。説を変える気はない。なんだと。礼を申す。加わった9人って誰なんだろう。なんとも言えない面々ではある。
して、米がもう切れ、あと1日の平田さんと、まだ1月いけるな、させたいも、こっちに加わって、佐竹さんも9000いるからまだいける。敵の城を奪ってくれる。ここまで来るともう入れる人な。だいたい強い人って足出してに入れているから、加えようとするとダメなんですよね。ほら落ちるじゃん松本さん。蹴まない。お任せくだされ。ありがたき幸せ。こっちの本間は中性青。強烈死後攻撃中。城を制してみせました。え、いや、お前何もしてないだろう。宇治春。生け捕りとしたぞ。服部半蔵か、入らんだろうね。ナイトさんは入る。お疲れします。お断りだ。ふう、岡崎は落ちた。岡崎こそじゃあ光力さん入れてあげよう。信康の方が良かったかな。徳川ありがたく存じ。恩に来ます。ありがたき幸せ。たまたきつそうだな。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。やりました。びっくりした。攻め込んできたのかと。布陣を始めよう。さあこの辺も米が厳しくはなってきました。広国寺にはね、時ためよりを置きました。後で岩殿もあげましょう。足なし点とかもかなり位上がっているんで、軍団長任せてもいいものの、直接指揮したいなっていう気持ちもあるんですよ。お、兵力支援ありがたい。でまた焼き打ちか。申し上げます。やってみせましょう。血を取り付いたものの米は厳しそうではあるんですよ。ふかし猪苗代使ってみる。敵の城を奪ってくれる。まああいつはやる気あるみたいだな。秀吉ももう一丁いくとか。皆の者、城攻めじゃ。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。おお、神原陥落。あ、次の本城こっちになったんだ。次は何人入るかな。お、福島正則、斎藤利光、なかなか名だたる面々もいるし、この富田さんは違う富田さん。おお、宇治真。お、いいね、福島正則17名。宇治真は入らないし、武田商用権も無理。ご恩は忘れません。なかなか面白いの入りますね。でここいらはもう迎撃して使い潰す感じでいくか。例えばこの兵糧切れた佐世さんは引かせるとして、うん、皆、
城へと引き返せ。例えば佐竹隊は玉砕してもらうとか。攻め潰してくれよ。あーでまだ控えている部隊いたのね。先へと向かおうぞ。あ、次の本庄駿府になったのね。さあ行くぞぞ、腕が鳴るわい。我が策の前に敵はついえた。ここは厳しいかな。我が手にあり、相手が悪かったと思う。よっしゃ面白いな。準備を万端整えよ。ここいらはきついか。となると、もう引かせよ。命令を下され。一応ゴズメは送り込んではいるんですよ。背を向けねばならぬと。おお、よかった。もう攻めようとする部隊はいないか。ならば引きましょう。うん、直ちに騎乗するのだ。まあちょっとこの辺の領土は取られるかもしれないかな。で修理させて、ふう、81年の7月。お、今年は豊作。合図。よし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 。天に昇る心地じゃ。天に昇る心地じゃ。お耳に入れたきことが。佐久間康政はそんな強くなかったかな。お、何か誰か知っているのか。桜ぼらあたり。妙案がございます。いや、遠藤さんはいいかな。貴殿にお仕えします。家臣も増えたなあ。あでやっぱちょっと取り返しに来るか。浄化施設ができるまでは待った方がいい。あと一月。片付けない。家臣もほんと増えたね。大官とかでもう侍大将、助政まだ、柿崎まだ、伊達政宗は足軽大将になっての、猪苗代森谷は足軽大将。まだ侍大将にはなれないな。いや、最終的には北条とか戦いたいなって思うんですよ。そこに至るまでで、拠点あんまりね、こっち方面行きたくないんですよ。29歳か。知略と政務は平均とは言い難いが、混乱はまあいいですよね。混乱不要は。お、で維新も350まで上昇。回復待ってもいいし、外交の親善であと8ヶ月、3ヶ月。ああ、織田家増やしとこう。じゃあ金神さん。助けてみせまする。でさらに外交で朝廷工作も続けましょう。近づけ。遂げてみせましょう。ここまで行ったとして、また織田家に援軍を要請するとしたら、あ、この辺もそんなに部隊は出せないのか。あ、逆に帰り雲には19,500出せるんだ。土砂崩れには気をつけようね。東海方面は残り城6つ。で越中とかこの辺の北陸方面も6つか。なるほどね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。